ちょっといい？なにやってんの？あ、切れた。今頃やってんの？そういうのは計画的に進めてお盆ぐらいまでには終わらせとかないとね。そう思うならやっときゃいいのに。何言っても俺もそう思うって言われそう。また言われちゃった。仕方ないな、私が手伝ってあげるよ。まあまあ、頼れる妹に任せてみなさいって。うげぎ、何この知らない記号と数字の山。こんなの無理無理、見ただけでめまいがする。あー、来年私もこんなの解くのか。見るんじゃなかった。ん、ニーヨン、なんでパパリンのカメラがここにあんの？あ、もらったの？ずるい、ニーヤンだけこんな高そうなものもらって。祝いでか。絶対新しい服買ってもらってやる。シノゴの言うようならラビーヘッドロックだ。
で、何か取ってみた？なんで？せっかくもらったのにもったいなくなくない？もったいなく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 ない？ねえねえ、試し撮りしようよ。ほら、私を撮って撮って。やったー、撮影会撮影会。うさピース。いいけど、モデルもいいよね。うん、素直に褒めてくれてもいいのに。かのんを。まったくもう、妹に冷たいんだから。あ、待ってよ、一曲歌うからいろんなアングルで撮ってみてよ。うん、将来デビューした時の練習。やっぱり表情作りとか大事だよね。うん、だって私の夢だもん。やった！カノン、歌いまーす。曲目はアニメムーンウィッチプリティラビー主題歌ムーンライトスターライト。した振り付けも可愛いし、アイドルの特訓にはもってこい。で、どうだった？うまく撮れた？いまいちだね。大きいカメラ使うの初めてだし、
仕方ないよ。そのうち慣れてくれば上手くなるんじゃない？とはいえ、兄やんって秋っぽいところがあるからな。いろいろ興味を持つのはいいんだけど、すぐに投げ出しちゃうっていうか、諦めちゃうっていうか。カメラは長続きするといいね。踊ったら疲れて眠くなってきちゃった。そろそろ部屋に戻るね。おやすみ。また写真撮ってね。誰もが目を引くような写真が撮れたら、有名プロダクションのオーディションに送るんだ。昨日のカメラ持ってきてたんだ。そっか、本格的に始める気なんだね。じゃあいつでも言ってよ。私でよければモデルの協力するよ。いいってこと。私もポーズの勉強になるし。じゃあ頑張ってね。おはよう、みんな。うわー、来た来た。おはよう、はるか。おはよう。会いたかったよ、久しぶり。うんうん、元気してた？元気元気。はるか、変わってない。夏休み何してた？どっか行った？ここもずっと部活だったから。そっか、テニス部か。その割に焼けてないね。そこは日焼け止めで完全ブロック。あんまり焼かないようにしてるから。毎日テニスしてるとすぐ黒くなっちゃうし。うんうん、はるかは白い方がいいよ。なんで？顔面真っ黒で商店街うろつくはるかなんて想像つかないから。そこまでは焼かないって。
久しぶりね。夏休みどうしてた？そっか、かのちゃんとはほとんど毎日部活で会えてたんだけど、あなたとはちっとも会えなかったから。その机の上のカメラどうしたの？へえ、すっごい本格的、プロの人が使うカメラみたい。そっか、じゃあ今度私も撮ってくれる？かのちゃんと一緒でいいからね。約束よ。じゃあまた後でね。おはよう、ミスミさん。おはよう。皆さん、席についてください。皆さん、おはようございます。はじめまして、大谷桃子です。今日から教育実習生として皆さんと一緒にこのクラスで勉強することになりました。よろしくお願いします。恋人はいません。スリーサイズはご想像にお任せね。では出席を取ります。出席番号1番、相原くん。相原くん、いないの？お休み？じゃあ次は赤坂くん。赤坂くんも返事がないわね。欠席かな。大谷さん、ここで何やってるの？あ、北川先生、何やってるって出席を取ってるんですけど。それは分かってるわよ。そうじゃなくて、あなたのクラスは3の A でしょ。ここは2の B よ。学年もクラスも違うじゃない。ごめんなさい、初めてだから緊張しちゃって。それじゃあまたね。皆さん、自己紹介したばかりだけど私行かなきゃ。校内で見かけたら気軽に声をかけてくださいね。失礼しました。まったく、あんなので務まるのかしら。今撮った？スカートの中を撮ったんじゃないでしょうね。疑わしいわね。君、何年何組？私は、そう、知ってるなら話が早いわ。なんでこんなところでカメラを構えていたわけ？怪しいわね。
まあいいわ。個人の趣味をとやかく言うほど、この甲賀学園は堅苦しい学校じゃないから。学業はもちろん、部活も趣味も生徒一人一人の才能をできるだけ伸ばそうという方針だしね。調子に乗らないで。いい？警告しておくわよ。普通に写真を撮るならともかく、スカートの中をわざわざ覗いて撮るような行為は盗撮よ。犯罪に当たるわ。学園の風紀を乱すような不埒な真似をしたら、私が容赦なく職員室へ突き出すから、覚悟しておいて。分かってくれればいいわ。それじゃあね。工藤だけでも手を焼いてるのに。こんにちは。すみません、一人で体育館を使っちゃって。どうぞ。そうなんですか。じゃあどうしてここに。次の体育はうちのクラスですけど。被写体ですか。いえ、新体操です。私、新体操部ですから。え？私、上手でしたか？はあ、よかった。新体操始めて。私、さくら舞です。私は1の B です。カノン？カノちゃんをご存知なんですか？え？そうなんですか？はじめまして。すみません、ご挨拶が遅くなっちゃって。カノちゃんにお兄さんがいたなんて知らなかったです。よく言われます。どっちも名前だって。おかげで覚えてもらいやすいんですよ。私とカノちゃん、とっても仲良しなんですよ。カノちゃんってとっても楽しいですよね。いつも元気で明るくて。その手に持ってるの、先輩はカメラが趣味なんですか？そうなんですか。邪魔だなんて、そんな。もうすぐかなちゃんも着替えてくると思いますけど。わかりました、伝えておきます。あ、舞でいいですよ、先輩。はいはい、失礼します。
何か用ですか？別にいいです。私も取りますから。もっとも人じゃないですけど。ええ、まあもういいですか？雲。ええ、そういうんじゃないんで。ええ、フォト部ですし。フォト部はフォト部なんで。もういいですか？先に名乗ってもらっていいですか？サネハラヒカリ、1-C。カノ。知らない。サネハラ。サネハラでいいです。みんなそう呼ぶし。なら、呼ばなくてもいいです。それじゃ。部に入る方がいいですよ。それじゃあ。作ろうと思って。これから料理研究会の活動なの。拾ってくれてありがとう。私は 2-A の湯野木里奈。カメラが趣味なの？取れなかったの？そっか。本当？楽しみにしてるわね。趣味があるっていいわよね。私も料理が好きで、小さい頃からずっとやってるの。私も変な料理ができちゃったら恥ずかしくて誰にも見せられないし、あなたの気持ちがすごくわかるの。いつでも家庭科室に遊びに来てね。出来上がったマーマレードをごちそうするから。ええ、待ってるわね。じゃあまたね。
ダッツンってば、聞こえないの？たく、妙に集中してるな。よし。ダッツン、なにやってんの？なんだとは随分だな。何度も呼んだんだぞ、ダッツン、ダッツンって。けど、ちっとも気づかないし。いやいや、こっちこそ悪かったよ、邪魔しちゃって。で、そのカメラどうしたの？なんで？私は気に入ってるけど。呼びやすくていいと思うけどな。中学から呼ばれてるのにまだ慣れないの？あれ、ハルルは？ああ、幼なじみのくせにニーミさんなんて言っちゃって、よそよそしいんだから。そんなんじゃ誰かに取られちゃうぞ。ハルルはモテるんだから。ハルルって呼んでみれば？特別に使用許可出してあげる。そっかな。やっぱ二人の距離を縮めるなら相性で呼び合うのが一番じゃない？はあ、素直じゃないね。で、ダッツンじゃなければどう呼んでほしいわけ？エレキ？そうそう、あれは諦めるの早かったよね。3週間ぐらい？じゃあ、ビリー。あん時はすごかったよね。ハスラー気取りで球を構えて、見えたとか言っちゃって。また、自分が飽きっぽいのを私のせいにして。結局、ダッツンがぴったりってことじゃない？あのマイダーツ、まだ持ってんの？まだあるんだ。今度、また一緒にダーツやりに行こうよ。あん時はすごかったな。みんなでボーリングやった後、ダーツでもやるかってなった時、おもむろにバッグからマイダーツを取り出して。その前に、普通マイダーツ持ってないから。あの場にいた8人では誰も持ってなかったんだよね。あん時はおっかしかったな。みんながダーツをレンタルしてる時に、一人だけゴルゴなんとかみたいな目でマイダーツを組み立ててるんだもん。後ろの羽を差し込みながら、角度よしとか言っちゃって 笑いすぎてどうにかなっちゃうかと思ったよ。懐かしいね。そうそう、男は諦めが肝心で、その肩にぶら下がってるものは何？新しい趣味ってわけ？へえ、ラッキーだね。いろいろ撮った？けど、肝心なものを取り忘れてるんじゃない？ソフトボールに青春をかける健康優良美少女をいるでしょ、ここに。もう遠慮しちゃって。ほらほら、遠慮せずに撮った撮った。今なら撮り放題だよ。撮って。
お願い。ビなんとなく。さて、そろそろ部活へ行かなきゃ。じゃあね、ダッツン。またね。ブラボー。被写体から写真を撮ってくれと言わせるとは、やるな。将来有望だぞ。時には影のごとく被写体に忍び寄り、時には大胆に写真を撮らせてくれと頼み込む。君には素質があるな。無論カメラマンとしてのだ。悪いが、君の今日一日の行動は逐一チェックさせてもらった。まるで気づかなかっただろ。私のステルス能力が高すぎるというのもあるが、君ももっと視野を広め、周りを見回す必要があるな。目の前の被写体に入れ込みすぎだ。見たまえ、この何の変哲もない甲賀学園。部活に励む者、家路を急ぐ者、普段と変わらない日常生活がそこにある。だが想像するんだ。今この瞬間に一陣の風が吹き上げた時のことを。おお、なんと甘美な光景。何枚撮れた？想像の中で何枚撮れたと聞いている。私は3枚はいただいたぞ。君の背後の三つ編みとメガネっことショートカットだ。それ以外何があると言うんだ。ギリギリのエロスこそ芸術、ギリギリのエロスこそアート。君もそう思うだろう。おお、どうしよう。共に行こうぞ、エロスの地平へ。おお、すまない。名乗るのが遅れてしまったな。私は三の A の工藤博道、写真部の部長を務めている。いかに、君は、だな。どうだ、我が写真部に入部しないか。君には素質がある。私が至高のローアングラーに育ててやる。あんのか。ローアングルを愛する者の異名だ。その程度のことも知らんようでは、君の愛気が泣くぞ。楽しいぞ、写真部は。さあ、私と共に欲望のまま女性との青春模様を記録しようではないか。君、そそのかされちゃダメよ。まったく、ちょっと女の子のポートレートを撮ったぐらいで、そこの変態メガネと同類扱いされちゃたまらないわよ。ねえ。だっけ？私は三の A の紅林克美、フォト部の部長よ。全然違うわよ。
フォト部はいやらしい写真ばかり撮ってる写真部に嫌気がさした私は秋と、ああ、生徒会長の室田秋ね。彼女と相談して作った真っ当な写真部なの。そう、だから学校行事や運動部の大会なんかの公式写真は全部フォト部が撮ってるのよ。写真に公式非公式などない。室戸焼様が何と言おうと、学園から部として正式に認められているのは最低部員数である4名を保持している我が写真部だ。そうなのよね。うちも一応部員が3人いるんだけど、1人は兼部だから正式な部員とは数えられないのよね。だからあなたが入ってくれれば正式な部に一歩近づくわ。お願い、うちの部に入ってくれない？部活や勉強に打ち込む人たちや、四季折々に装いを変える学び屋や菊間川、そんな美しい情景を私たちと一緒に撮りましょう。美しい情景？笑わせる。ギリギリのエロス以上の美はこの世に存在しない。惑わされるな。風の吹くまま、心の赴くまま、私と一緒に真の美を追求しようではないか。うちはあなた以外みんな女子だから華やかで楽しいわよ。我が部にも紅一点ステルス内田がいる。他にもローアングル中川や胸チラリズム東など勢ぞろいだ。必ず君のためになるぞ。はあ、どうでもいいけど、その変なニックネームなんとかならないの？名は体を表すという言葉を知らんのか。芸術家は常に自分の内面をさらけ出し、常識と戦わねばならぬ定めなのだ。やれやれ、誰が芸術家なんだか。どっちの部を選んでも、これからあなたが撮る写真には何の影響もないわ。どんな写真を撮るかはあなた次第けど、ここから先の学園生活は大きく変わるでしょうね。さあ、どっちを選ぶ？おお、そうか。歓迎するぞ、新しき勇者よ。はあ、がっくり。工藤の口車に騙されちゃったか。人聞きが悪いことを言うな。私は真の美が何なのかを正しく伝えただけだ。はいはい、あなたが自分で決めたことだから引き止めはしないけど、工藤たちに毒されて女の子のスカートを追い回すような真似だけはしないでね。まったく、シャッターチャンスを追い求めて何が悪いと言うんだ。じゃあね、所属する部は違うけど写真を愛する気持ちは一緒よ。いつでも気軽に声をかけてね。勝美でいいわよ。それに先輩はいらないわ。先輩って呼ばれるといかにも年上って感じがして苦手なのよ。それでいいわ。じゃあまたね。さて、邪魔者はいなくなったな。早速電話して我が部員たちを部室へ集めよう。君を紹介しなくてはな。君の携帯番号とメアドも後で教えてくれよ。さあ、ここが写真部の部室だ。と言ってもフォト部と共用なのだがな。なあ、フォト部設立の際に居座られてしまってな。
場所を半分提供せざるを得なくなってしまったのだ。こちら側の入り口から入れば写真部、向こう側から入ればフォト部というわけだ。ま、百聞は一見にしかず。中に入ってくれ。そのカーテンの向こう側がフォト部というわけだ。おかげでお互いの会話が筒抜けでな。まったくプライバシーもへったくれもない。だがお互いの活動には不干渉という取り決めがあってな。大きな問題はない。チーズ。失礼します。お、そこのそいつが新入部員っすか。そうだ、おのおの自己紹介してくれ。へへ、2の A の中川一太だ。ローアングル中川とかパンチラーサルトとか呼ばれてるぜ。ローアングルなら俺に任せとけ。よろしくな。同じく2の A の東隆だよ。胸チラリズム東とか胸チラスナイパーとか呼ばれてるよ。その名の通り、ハイアングルからの胸チラ撮影が得意なんだ。よろしくね。お前カメラ初心者なんだってな。そっか、心配することないぜ。俺たちがいろいろ教えてやるからよ。さあさあ、僕たち仲間には優しいんだ。チッチッチ、同じカメラ仲間だぞ。クンはいらないぜ。そうだよ、アズマでいいよ。ああ、よろしく。よろしくね。ああ、こいつはそういう性格だから気にすんな。さあさあ。で、お前が好きなのは胸、尻、どっちだ。胸とお尻、どっちが好きかを聞いてるんだよ。欲張りなやつだぜ。仕方ないよ、どっちもいいもんだからね。いいか、尻を取るならなんといってもローアングルだ。被写体の足が長く見えるし、ボディラインも強調されるからな。スタイルがよく見えて悪く思う女はいねえぞ。胸を取るならやっぱり谷間が強調されるハイアングルだと僕は思うな。それに被写体に顎を引いてもらえば視線が上目遣いになって目が大きく見えるし、魅力的な写真が撮りやすくなるんだよ。要するにカメラマンは被写体の周りを360度絶えず動き回るということだ。ローを死んではベストショットは手に入らんぞ。それにしてもうちらが遅いな。メールで集合かけたというのに一体何をやってるんだ。どっかでステルスモードになってんじゃないっすかね。仕方のないやつだ。新入部員を紹介しようという時に。そのうちフラッとやってきますよ。ま、それもそうだな。じゃあ、俺はこの辺で失礼させてもらいますよ。なあ、時間を取らせたな。撮影に戻ってくれ。じゃあ、またな。失礼しまーす。
部長、僕もここらで失礼します。そうか、ではまたな。どういたしまして。じゃあまたね。さて、どうしたものかな。内田にも会わせておきたいのだが。工藤部長、遅くなりました。おお、来たか。待っていたぞ。一体何をやっていたんだ。体育館の隅で座ってた。おお、そうか。で、何か取れたか。バレー部の三角座り。やるな、さすが内田だ。よくやったぞ。紹介しよう。我が部の高一点、ステルス内田だ。1の C の内田優子、異名はステルスアサシン。先輩ですか。ようこそ写真部へ。見ての通り、地味な容姿を生かしたステルス撮影が得意だ。風景に溶け込み、被写体がカメラを意識していないショットを撮ることをそう称している。盗撮とは違うぞ。我々はカメラをカバンや紙袋に隠したりはしない。堂々と撮影するのが信条だ。それに撮影するのは全て部活動として学校から許可された公共の場所だけ。公開するときは写した本人の許可も取る。まあそれでもトラブルは大変だな。そのうち君にも分かる時が来る。芸術とは常に困難がつきまとうものなのだと。先輩はすでに私と同じ素養を持っている。目立たず風景に溶け込む能力。先輩は私と同じ香りがする。間違いない。鋭いな、内田は。実は私もそう感じていたんだ。彼にはステルスの才能があるとな。なるほど、常に鍛錬しているということだな。将来有望だぞ。そのまま自分の能力を磨けよ。これを受け取れ。このメモリーカードには基本的な撮影の仕方や女子をうまく口車に乗せる方法、その他が入っている。参考にするといい。礼などいい。身辺を鍛えるのは部長の務めだ。さ、では今日の集まりはこれで終わりだ。また何かあったら言ってくれたまえ。私は教室へ戻るが、二人はどうする。私はここに残って写真を PC に転送する。そうか、ではまたな、内田。失礼します。内田でいい、先輩。私が後輩、さんはいらない。またどうだ、写真部の印象は。素晴らしい部だろ。君の才能が早く開花することを切に願ってるぞ。ではまたな。
あ、おはよう。朝会うなんて偶然ね。先輩、別に何も。先輩、日曜日何やってる？さあ、撮影の機会は自分で探すべき。教室に戻る。私だ、工藤だ。直ちにショッピングモールに集合だ。君にポートレート撮影の何たるかを教えてやろう。ではショッピングモールの正面入り口で待っているぞ。服装は下は学生ズボン、上は無地の白いシャツで来るようにな。白いシャツも1枚ぐらいあるだろ。持っていないのか？細かいことは現地に着いてからだ。待ってるぞ。あれ、兄やん、どこ行くの？へえ、写真部も休日練習あるんだ。頑張ってね。では、早速腕章を渡そう。アズマ。はい、これ。PPD を知らんのか？アニメ「プリティラビー」に出てくる超常現象探偵団のことだ。超常現象探偵団、つまりパラノーマルフェノメナディテクティブス、 PPD はその略だよ。ヒロインのクラスの超常現象好きが集まって作ったクラブがあるだろ。あれのことだ。撮影目的とはいえ、我々も軽いコスプレをしておいた方がレイヤーの皆さんの受けがいいし、会場に馴染みやすいからな。まだわからんのか。困ったやつだ。本日我々はただいまよりこのショッピングモールの催し物会場で執り行われる同人誌即売会に潜入。多種多様なキャラクターに扮したレイヤーの皆さんにロックオン。日常では取り得ない魅惑的なポートレートを撮って撮って撮りまくろうというわけだ。そんなに驚くことか。おかしなやつだ。
誰しも最初は初めてだからね。百戦錬磨の工藤部長がいろいろ教えてくれるよ。そういうことだ。今日一日私に学べば君も立派なカメラ戦士の仲間入りだ。たく、どこ探してもいねえな。工藤部長、工藤部長。あ、中川くん。どうした中川。内田のやつを見かけなかったっすか。さっきまでそこの物陰にいたんすけど。そういえば姿が見えんな。あいつのことだ。すでにステルスモードに移行し会場に潜入しているんだ。ち、抜け駆けかよ。我々もうかうかしてられんな。よし、彼も来たことだし会場に乗り込むぞ。いいか、催し物会場は最上階だが階段を使うのが望ましい。エスカレーターは下手をすれば長蛇の列だ。午前中を避けたのでピークは過ぎているから。さあ、会場に一番近い階段はこっちだ。向かうぞ。なあ、我々が向かうのは会場そのものではない。その横にある屋上フードコート、我々の主戦場はそこだ。フードコートが即売会の貸し切りになっててコスプレ会場になってるんだよ。おい、あれ工藤さんじゃね。本当だ、工藤閣下だ。光華学園写真部のお出ましってわけか。お前たちばかりにやらせはせんぞ。よし、中川、アズマ、チレ、個別にレイヤーの皆さんのベストショットを撮りまくるんだ。ロジャ。了解。君は私についてこい。会場の隅に陣取るぞ。なかなかの盛況ぶりだな。有名どころのレイヤーさんも大勢いらっしゃる。どうした。会場に背を向けても仕方がなかろう。全体を見渡さんか。仕方のないやつだ。ではまず私が手本を見せよう。ちょうどあそこにナンバーワンレイヤーの呼び声も高いアリスさんがいらっしゃる。あの子さはプリティラビーの宿敵ダークジュビアだ。声をかけてベストショットをものにしてくるからな。よく見ていろよ。アリスさん、次こっちいいですか。目線ください。はーい。いいよ、その表情。アリさん、その調子で。そうそう、寂しげでアンニュイな感じで。ナイトメアインパクトのポーズもお願いします。ナイトメアインパクト。パーフェクト。さすがナンバーワンレイヤーのアリスさん、ベストショットいただきました。最高です。いえ、そんな。ありがとうございました。
またお願いいたします。はーい。こういう感じだ。やれるだ。臆することはない。恥ずかしがらずに撮りたいレイヤーさんにロックオンしたら迷わず声をかけるんだ。躊躇して声をかけられず周りをうろちょろするのが最もダメなパターンだからな。レイヤーさんは内心、くせ、あの人まで来てる、声かければいいのになって思ってしまうぞ。行け。我々に女性のポートレートを撮る機会などめったにない。このチャンスを無駄にせず腕を磨くんだ。やりますね。ナイトメアインパクト。30点だ。いいか、我々カメラマンが緊張すればモデルはもっと緊張してしまうぞ。モデルを褒め、いい気分になってもらって、さらにいい表情、さらにいいポーズを引き出すのが我々の責務だ。ベストショットはただシャッターを切っていても得られませんぞ。よし、分かったのなら実践あるのみ。我々も参加する。単独でベストショットを狙え。ああ、最後に一つ。撮影が終わった後のお礼は心を込めてな。よし、もう平常時間が近い。今日はこれで解散だ。気をつけて帰れよ。はーい、お疲れっした。お疲れ。ステルス。先輩の撮影、目の前で見てた。そう、乗せ方もお礼も全然まだまだ。工藤部長の足元にも及ばない。経験がないのは言い訳にならない。もっと撮影を楽しむべき。そう、工藤部長はすごい。撮影を楽しんでる。だから撮られる側も乗せられていいポーズが撮れる。それでいい。頑張れ。会場ではそれなりにコスプレしてた。先輩が気づかなかっただけ。先輩、撮ってる？女の子。そうですか。
それじゃ。あ、先輩。そんなところ。そう。自己表現は人それぞれ。学校行って部室で漫画読んでた。部室の私の棚には私の私物がいっぱい。うちの親は私の趣味に理解がない。部室の方が落ち着く。影でこっそりの方が私に合ってる。そんなわけで消える。先輩、漫画読んでた。行く。本屋には死角が多い。本気でステルスモードになれば見つからない自信ある。それじゃ。ようやく今帰りか。何をやっていたんだ今日一日。写真部展に顔も出さずに。なんだ、そんなことを気にしていたのか。まったく気弱なことこの上ない。気に入る写真が撮れなければ発表を見送る。
それはアーティストとして当然のことだ。私は知っているぞ。君が被写体の心の奥底を写し取ろうと懸命の努力を続けていたこと。だが写り気が過ぎたな。多数の被写体に心奪われていたのでは本命との心の距離が近づくわけがない。写真も恋も君は優柔不断だったんだよ。いかんだ、そんなに肩を落としては。私は君を責めているわけではない。今回のことを教訓にしてほしいだけだ。同じ過ちを繰り返さないためな。さあ胸を張れ。そんなにうなだれていては風が吹き上げる瞬間を見逃してしまうぞ。ギリギリのエロスがある限り俺たちの夏に終わりはない。そうだろ。さあ引き上げるぞ。普段見せないあの子の恥ずかしい写真が撮れるまでネバーギブアップだ。
ミラクル